いらっしゃいませ、あらこんにちは、こりゃどうもこれからお出かけ、街を行けばどこかで声がするような優しい店先、お豆腐を買って、お肉を買って、それからクリーニング屋へ、今日はどっちのスーパーへ行くの、おもちゃ屋さんの前へ通るの、明日はお父さんお休みだったら、ホットケーキ作ろうか、お昼を食べたら川まで行って、魚釣りしようね、今日はコロッケ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きがいい。7時になってテレビ見るなら、宿題早く終わらせて、机の上が散らかってるから、怒られて泣きべそ書いた、オレンジ色の明かりはつけててね、怖い夢見たから、何にも怖いことないよって笑う、お母さん。